マイクス更新した、さっき。こんばんは。1分になるわ。さっきあれ覚えてた、ヒロインは平均か。一番最初の選んだらお肌もになってしまった。朝じゃない、朝おはようってことだな。こんばんは。どうしたの、遊んでる、猫じゃらしてこんばんは。2度目の方ありがとう。こんばんは。ファンレベル17、あいつます、あいつます。こんばんは。緊張してるわ。ちょっと飲める涙が出てるじゃない、できるじゃない。ついちゃった、これ。
んがまだいる、ここに。かわいい、足短い。かわいくない、これ戻ってくるんだ。かわいい猫かと、かわいい人かな。なんだそれ、猫って人でいいじゃん。後ろ姿めっちゃかっこいい。はい。今日買ったもつ492人。おまめさん、今月もありがとう。ありがとう。今月もタウンさんもありがとう。ありがとうね。あいつ。キャットタワーの毛。さん。キャットタワーの毛って嬉しいよね。さん尻尾フリフリしてて可愛いでしょ。ファンレベル20、ありがとうございます。ありがとう持ちかけてたよね。早くブブさんになりたい。ブブさん、ブブさんになるのちょっと難しいよ。何してんだろうな。かわいいけど、かわいい。毎日多分涙を拭いてもらう。うるさいなって拭いてあげる。僕なら何してんの。ネッシー食い散らかしてるし、ダメだよ。ってないねこれ。いや窓がね、外見れるようにキャットタワー買ってない。ブブさんの形タップしてくれないから、窓はなんかしてしないから、なんかここでこの中で休憩とか乗って休憩はしない。スーパーさん200回目の方もありがとうございます。たくさんありがとう。ありがとうございます。そうだぜって言ってんの。何してんのさっきから。たまはバイトで披露してダジャレを披露できてすいません。いいのよその披露してんのよ今ダジャレ披露。493人。みつおさん2ヶ月ぶり、ありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。そう見るといいから不審者バレる。こんばんは。200回目初めて節目の。もう終えた。100回も出てたよ多分。何だった。時々ねバグって出てない。
って出てなかったら教えてください。中間ミートチャースクール、ユニアハイスクール、小学生って言いたいのか、おいそうだから全然わからないのか、おいどうしたの。降りれるかいや降りれるのよ、いつも。てか降りるのよ今日。なんか降りてくれなかったわ。でもさ、私の膝の上からさ、この床に降りるのと、このキャットタワーから床に降りるの、あんま高さ変わんないんだけど、一緒ぐらいじゃないって。ちょっと高いぐらいか。キャットタワーから降りることあるんだよ。今日甘えたかったのかな。もう仕方ない、可愛いから許してあげよう。許してあげる、オブさん。いつも降りるのにな。なんで？餌食べてる。犬を大丈夫さん見てない。犬猫は食べ物で知らない人にもやりつくの。可愛いな。釣られちゃうの食べ物。このまま？ブブの尻尾でストラップ。尻尾で？尻尾の毛抜いてってこと？ブラッシングしたら毛いっぱい取れるよ、ウブさん。皆さんおいでって言ったら、いや肩には乗んない、乗ってくれないわ。可愛いと何でも許してもらえる。でもウブ可愛いから許してあげるよ。人間にすれば5階建ての屋根から飛べる。え、そんな、そんな高い、そんなことないでしょ。机には上がるよ。しょっちゅう上がる。やめてほしいね。こんたぶん、こんばんは。たぶん。みんな、キングリッターありがとう。ありがとうございます。プロマンさん、たくさんありがとう。ありがとうございます。こんばんは。うん。やっほー。うん。ポテト食べるけど塩分がやばいらしい。ポテト食べるけど塩分。え、猫ちゃんポテト食べんの？そりゃ。でもダメでしょ、寝てちゃった。ブーさん寝るな。ケージの上行くんでしょ、ブーさん。ブブブブ寝るの。あ、寝るのか。食べた。めっちゃこっち見てくる、あっちから。食べた。めっちゃ見てくる、かわいい。ブブ寝るの。おつたぶん、おそ確実に今みんなブブちゃんになりたい。みんななりたいの、ブブに、猫に。でも猫の生活いいよね。何もしなくて寝るだけ、ご飯食べて遊んで寝るだけ。うなずいてる。いや、こっちずっと見てるだけだ。二度目の方ありがとう。パワーパワー。スペシャルがいっぱい。あ、スペシャルエース、みんなありがとう。ありがとうございます、キングリッター。魚なら骨まで食べるの。めっちゃ綺麗に食べるの。
初見ではないです。わかってるよ。山田さんに遊んでもらえるし。仕方ないからな。遊んであげなきゃ。仕方ないから遊んであげるよ。今シンガポール来てるんですけど、結局クッカッタも見てるし、実日本。え、シンガポール。シンガポールいいの？そうなの？何、旅行とかお仕事？私の配信見てたら実質日本の何したにしなくて私の影響がちゃんと好きだって。そんなことない、そんなことないから。私だって色々してるんだからな。うん、だからな。いいな。こんばんは。だもん、アイスケて買ってきて肉食べちゃった。この時間に最高だね。最高じゃん。こんばんは。だもん、ありがとうね。チュールちょうだい。チュールはちょっと投げれないな。マリーナベイサンズキャラメルコンさんは輝きがちる。マリーナベイサンズってシンガポールの有名なところ。こんなとこいんの、なんだこれ、ホテル、なんかでかいホテルの写真です。なんかすごい焼けが出てくる。めっちゃな、何これ。こんなとこにいるんですか。すごい。今はグローバルと私はグローバルしないから。キョクトも可愛い、キョクトも可愛いだけでかなり許してもらってた。そんなんなよ。あ、インフィニティプール、インフィニティプール、今日本にいます。私もよ。今は最高でも時期に地獄とかする。何がよ、アイス大丈夫。コナン、え、コナンの映画にも出てたの。こここんな高そうなホテルに泊まってるんですか。いいな、海外旅行いいね。いいな。こんばんは。パスポートを使うんだよ。パスポートも切れてる。マリーナベイサンの、あ、屋上にあるんだ、プール。このプールの、インフィニティ。なんかすごそうだな。マナカガちゃん、世界一可愛い、好き。ありがとうね。ありがとう。嬉しいよ。はい、どうぞ。チャンネル解説は、タムチャンネル解説、私の YouTube、 私の YouTube は一応あるよ。ゲームのアーカイブ載せてますね。 Twitch のアーカイブ載せてる。こんばんは。どうも、こんばんは。どうも、こんばんは。アイス早食いちょぼりじゃない。冷たいのそんな早く食べなくない。無理よ。 YouTube チャンネル山田キョブ、そう、あとすぐ出てくる。名前で調べたらすぐ出てくる。キングリー投げて4日ですか。4日ですよ。嬉しいです。キングリーユーサクさん、いっぱいありがとう。ありがとうございます。ブブのサブちゃん、なんかサブちゃんいる。外国にいて遊ぶチャンネル。そんな行かないよ私。タムキン TV 見てきました。こんばんは。ブンブンハラ、そういうヒカキンさんだな。違うな。2度目の方ありがとう。エペの再生回数で世界一のタムチを。少ないだろ、世界一だとしたら。こんばんは。もう落ちたもん。お疲れ様。どうも、二度目の方ありがとう。うん、今も世界一。ありがとう。あ
違うな、私じゃないな。ロマンに石油を探すチャンネル。このチャンネルよ。いらないだろ。今日が一番。後ろでうろうろしてた、ね、ちょっと朝早いからね。ケージ入って5回行ったら一瞬で寝る。寝るまでが本当に一瞬、すぐ寝る。うん、クラボシもありがとうございます。はい、2個目のアイス食べてる時にむせちゃったの。年からアイス食べてね、アイス食べてるとき失せちゃった年なの？そんなことない、そんなことない。多分違う。ルーさんのサブチャンネルに登録者数越されるかもしれない。ルーさん人気なの？おじさんみたいに寝るじゃん。うちふりさんファンレベル17。アイス自分からケージ入っていく。勝手にケージずっと開けてて、好きな時に出入りできるようになってるんだけど、勝手に入ってくね。声も世界一可愛い。ね、すいません、酔いが迷ってんのか。今日バーベキューするっつって。な？全部1位でも状況で交通費出ないけど、オフ会の開催ワンチャン期待してもよかですか？どういうこと？オフ会？会はいつかできたらいいなと思ってる。まだするじゃないけど。山木さんファンレベル10。もうありがとうございます。2ヶ月嬉しいよ。ごめん、ちょっとありがとう。ね、私さ、ゴードロップに行かれ行かれくなっちゃった。こんばんは、おはとう。みちふりさんと八王子さん、キングリッター、ありがとうございます。ありがとう。できるのね、いつか。そういう意味じゃないだろ。自分もそのケージ入れてもらってもよろしいでしょうか。無理よ、猫用なんだから。人間無理や。こんばんは。だから猫用の人なんだから。どうだったの？やすちゃん飲んだのか。飲むかって言われて。飲むか。こんばんは。あつさわ。そうそう、初見詐欺してもいいですか？初見詐欺はダメです。良くない、ダメだよ初見詐欺は。こんばんは、どうも。ケージの広さ何じゃもないよ。縦に高いやつ、高さが横幅、縦な、横と縦そんな狭い。猫ちゃんよりか。こんばんは。髪の毛今伸ばしてる。でもだいぶ伸びてきたよ。髪の毛。いってんの。もうちょい伸ばしたいな。ダメ絶対とポスターになる。検査機のポスターいる？何だろう。配信限定じゃん。こんばんは、どうも。こんばんは。情熱タムリコみたいな。何それ？できん。お昼配信の時の写真と。いやなんかお昼配信の時の写真と。違いすぎてきたね、髪の毛。確かに髪の長さ全然違う。一初見です、ニョッキみたいに言ってる。一ニョッキみたいな。ダメなんだ、そんな風に言っても。だけど腰まで伸ばすんや。腰まで伸ばすなんて言ってないのよ。勝手に変えるな。腰までは無理よ、さすがに切りたくなるわ。邪魔よ。こんばんは、どうも。
からの短い、まあ短いは楽なのは楽だね。まあでもちょっと伸ばしたいから伸ばすわ今は。ママでもほらありがとう、ありがとうございます、ありがとうね。これ許可たもちゃんと髪の毛洗って、洗ってるに決まってんだろ。何言ってんですか、洗ってるに決まってるだろ。そろそろ初ウルフカットに挑戦、ウルフカットお前してたじゃん、してたじゃん。ウルフに村上さんファンレベル12、ありがとうございます、ありがとう。初物の方ありがとう。ここレシがロングヘア好きだ、なんでそういう考えになるんだよ普通にね伸ばそうと思って結構前から伸ばしてる私。いつぐらいかな、ウルフ続けてたの結構最初の数ヶ月だけかもあの後伸ばしてる。チキンヘッドにはしないよ、しない。初物の方ありがとう、こんばんは。怒らないで、前にしてた去年、去年ぐらい、ね、半ぐらい前か。懐かしい。あのウルフで好きになりました。これは真面目な、あ本当にあのウルフで好きになった、ありがとうねあ顔周りもウルフっぽくできるなんできる、もう何してんの、ほら髪の毛を前に持ってくれば、今髪かけてたからさすごいあの後ついてるけど、前に持ってきたらウルフっぽいはできる。でも顔割りもウルフにしてない、ウルフやめちゃった。でもなんか顔割りのこうここにこう流すような感じで切ってる、前に持ってきたらウルフみたいになる。かわりウルフにした記事を見て返しました。だからウルフ前に聞こえた、あ、ほとんど知らない、そういうことね、ウルフにした記事から。あれちょっと待って、昔の山田さんビデオクラしか知らんからいろいろ調べてる最中、あ、そうなのね二度目の方にこんばんは、松田も嘘、多分は可愛くて仕方ない、言われるまで忘れてたウルフにしたこと嘘だろ、じゃん。伸ばして切伸ばして切ってヒュアドネーションしたのよ。あ、確かにいたね。キーヘッドにしてマッキーでくるむりの上に、やんないよ、やんないよ。あ、そうの方ありがとう、こんばんは。ウルフは嫌な、要するに嫌じゃないよ、ウルフやめただけなの。ウルフにしてたんだよ、ウルフ可愛いから。でもなんかウルフよりもこうこっちにこう後ろに流す方が自分はいいなと思ってやめた、ウルフ髪の毛もロングの方がいいなと思って、ヒヤヒヤしませんよ。ロングは初期の頃、初期の頃はお肩ギリつくぐらい、ボブっていうのボブ、ちょっと長めのボブ感じだった、肩ギリつくぐらい初音の方ありがとう、こんばんは、どうも。たまツインテールが尻尾の姿、ツインテールもうちょいかな、あでもこの長いですよ、ちょっと長い方がいいでした、こっちに伸ばしてミディアムそんぐらいかな、ちょっと長め。ウルフ可愛いってくれて初めて聞いた、ウルフ可愛くない、ウルフ人がしてるのは好きだよ、私はロングの方がなんか私の話ね、私ロングの方がいいなと思って今伸ばしてるけど、ウルフ可愛くてしたの、ウルフ卒業しちゃったでもウルフっぽくはできる、あの顔周りだけね、さっきのこう前に出せばこの髪の毛とか、でも後ろに流してるから前に流れない、今度やってみようかな、なんかカジュアルめんな服着た時にやってみようかな。ピンポン時期の写真はウルフ、確かにそうだね。中堅さんコメントありがとう、こんばんは、どうも。ウルフは憧れあった、
夜もしてみたくてしたんだよ。ウベ部屋にするのに見切り作ってずら、どういうことよ、どういうことよ。こんばんは、どうも、こんばんは、どうも、あつもの方ありがとう、こんばんは。すごいね、なんであれをゴルフに、あんた、あんた、ブーニャはベリーショット、ブーニャはベリーショットかな。中学生にはミディアムボブぐらいのか、なんかね、来ない流行りが、私中学生の時にボブの流行りがなんかブームがあって、学校で、で私も切ったのよ、それで可愛くってボブが。私はでも自分がしたのはあんま好きじゃなかったから伸ばした。なんかブームがあったの、ボブのブームが。来ない、私が中学生の時だったの。みんな来るもの、え、ない、なかった、中学生か高校生の時ぐらいに髪切るなんか女の子ね、ボブのブームがあった。ブームは必ず来るね、わかる、え、でしょ、そう来るのよ。私中学生の時にあって、周りが切ってたから私も切りたくなって、あ、しみながら寝落ちしてた。おはよう。あらそうなの、せやつさえ来られた。何言ってんのよ、ずっと一人で。何言ってんのよ、そうで。あ、そうな方ありがとう。もういただけで。え、そんなことないでしょ。ほら、あったとか言ってんじゃん。どういうことでは、ジャンボ、小関のイメージ？わかんないよ。なんで流行ったら、わかんないけど、なんか、周りの女の子みんな来てて。結構みんなじゃないけど切ってて流行ってて、私も聞いたくなってきた。とりあえずキング集めてきます。キングリッター集めるとかじゃないの、キングリッター。ブルルピョコボコさん、ファンレベル20、ありがとうございます。ありがとう。あつもの方ありがとう。ポニーテールが一番楽、わあ、可愛い一つにもすごい楽なんじゃない。ポニーテールあんま好きじゃない私、自分がするの。あつたまあつたま、全国的に入る。え、なんか来るよね、一回ね、中学生か高校生の時ぐらいに来るのよ、そういうブームが。高校の時も一回あったかな、ショートカットじゃない、そのボブブームが。ジェネレーションギャップ、あー、さっきのゴルファーの方ろ、わかんない、わかんないよ。プルルピョコポコさんとユッティさん、キングリッターありがとう、ありがとうございます。たくさんありがとう、ありがとうございます。あつもの方ありがとう。うん、こんばんは。フォローもありがとうございます。ありがとね。ありがとう。こんばんは。うん。なんかその時に、高校でも一回なんかちょっと切った。でもボブにはしなかったんだけど、ボブにすると伸びた時に肩に当たって跳ねるのが嫌で。嫌で、肩下ぐらい、ここぐらいできた、高校生の時。肩に当たる、肩になんかボブに切ると、こう肩ギリギリできるとめっちゃ髪の毛が跳ねるのよ、それが嫌で。肩に攻めるのが直接することあった。あ、そうなの、ま、たむーこー、でもお酒でかかってて想像以上に緩くなった。私自然外跳ね、え、そうね、自然の外跳ねって別にあの綺麗な外跳ねじゃないからね。なんか変な癖がついちゃってるみたいな外になるから嫌なんだ。頭、頭の方にダメだ。あ、ブサップも入った。なんか違う話だな、なんか違うの来た。こんばんは、こんばんは。二度目の方、頭の方ありがとう。わーっとわーやまん、うん、ほんそんな綺麗では絶対ない、そうなんか嫌だね。なんか歌ったの、何がいいと思う。スポンジボブヘアもよかった。スポンジボブヘアって何、スポンジボブ私も見てたけどさ。見てたよ。これ見てたわ。
は平均が打てるかな。平均かな。うん。今日はお弁当作ったの。あ、彼女？彼女じゃなくて彼女になれますか？歌ってないよ。うん。お弁当作ったっていうのあれ。簡単な。494人、ひるなかさん2ヶ月ぶり、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。こんばんは。どうもどうもどうも。知ってるよ、そのぐらい。チャーチュール弁当1100円。何言ってんの、ずっと本当にずっとボケてんな。頭の方ありがとう。こんばんは。頭の色の変形変えてみよう。え、ちょっと今ね、これ覚えてる曲なの。どうかな。いいか。どうもの答えと、こう福田も可愛いの、ありがとう。あれね、皆さんやるね、どういうこと。何やるねってどういうこと。違う、これ練習してる曲。途中で聞いて、可愛いの、この曲もハニーワックスだもん。告られた、どこに惚れた、まさかヒロインなんてこった、好き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 とかだんだん教えてジュリエッタ。聞いたことあるこれ、新曲。そう、田舎生まれ田舎育ち、スカートに合わん野生児、ご気づき合いは濃いめ、プライバシーマジ欲しい、幼馴染みの男の子、みんなに好かれる後輩女子のファンクラブ、私はモブキャラにて、彼氏じゃないの、仲はいいけど彼氏じゃないの、かっこいいけど惚れた、どこに惚れた、まさかヒロインなんてこった、好き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 とかなんだ教えてジュリエッタ、ガウメントか平気殺す、生まれた時からこんなんなんで、それでもいいですか、いいの、生き生きしてる今こそ私ヒロイン。殺す、釣られちゃうよ。目の下にできたひどいクマ、友達とファミレス会議、贅沢だと怒られた、告白されてしまったら友達じゃなくなると、ふわふわいても同じでぶつかってくれたのです。ねえ、映る映る、そんな人いない、髪に誓って、本当本当恋なんて無縁の、恥ずか告られた、いつに惚れた、まさかの空気固まった、好き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 とかなんだ教えてろ、メモ勉強とか赤点ばか、すいません、反省ばか、問われた時は期待されたんです、現実は厳しいの、突っ走ってる今、あ、行かなくなっちゃった、でかい曲だこれ。私なんかが
つらいっちゃう。さ、最後やわよ。あざーす。キッシーさん、キングリータたくさんありがとう。ありがとうございます。ドラマンさん、天力魔、ありがとうございます。最後やばい、最後のあのヒロインのところ言ってたのに、私ヒーロイ恋する気はって始まっちゃう。早い、ホラー戦争じゃ和田さん世界一かわいい。難しい、これコーラスでかいわ。もっと覚えなきゃ歌えないやつだこれ。初物の方ありがとう。どうも、これ今練習してんの。この曲可愛くない？この曲今覚えようとしてるとか。難しい。でもこれもバズりそうな感じする。この曲確かに可愛いよね。出番なかったね、体力が持たなかった。早朝ランニング、早朝ランニング追加で、ちょっとやだな。あーちゃん、動画なんかにちった。ディベロが、こんばんは。わかった、わかった。うちゃか、でもね、この曲かわいい。この曲私歌ったの、これミナとアクアちゃんバージョンです。かわいいんですよ、ヒロインの平気が。高曲ありがとうございます。忙しいから、俺が代わりの足走ってくれる。代わりの足、そういうことよ。かわいい、ありがとうな、ありがとうございます。こんばんは、こんばんは。よいしょ、疲れた、疲れた、疲れた。こんばんは。なんかすごい顔赤くなってる。嘘、酸欠になっちゃってる。大丈夫よ、大丈夫よ。これで安心して眠れる。あ、よかったよ。お、もうちょっと練習しよう。ホラスお気合いの曲うぜ。釣られちゃう。分かんなくなっちゃう。そうだ、もう酒飲んでるの。顔の酒飲んでない、水よこれ。もうこんな時間ね。ラストさんは24時間走ってください。すごいな、ニコニコしながらすごいって言ってるぞ。なんで、なんでだって。みんなキングリッターありがとう、ありがとうございます、ありがとう。たくさんのありがとね。ホントにかプラス42万ポイント増えてる、ありがとうございます。ありがとう、嬉しい、ありがとうございます。カムのためならしょうがない。私のためにこのような山田京香ちゃんのために存在してる。そうなの、知らなかった、なかった。違う曲歌う、やりたく。左右いいの？飲まないな。メドクじゃないよ、見えないでしょメドクに。愛は多分薄くかもしれない。一つ賢くなった。この山田京子ちゃんのために存在してる、初めて知ったわ。武道館で待ってます。最後山田京子ちゃんのさらいです。舞台ないね、どこで冒険したらいいよ。サイルクエストさん、かわいいです、ありがとうね、ありがとう。ベルベットさん、100回目の方もありがとう。お客さんありがとうございます。
チングリータとかにあいつえっと何歌おう、何がいい、うん、沖縄強化を救うなんかやだなそれ言うの、はい、まだ負けないでメイドットよりも幼稚園児のスモーク、うるさいよー、うるさい、乾いたろかな、ビス大事なことなので終わりに置いてください、置いとくもう私の顔になるメイドさん、お前も終わりください、メイドさんじゃないよ、違うよ、メイドじゃない、違う、違うから、ちょっとお前も終わりさん、いたうの何言った、何が言った、何でしょう、あー何、何が言ったの、ジューキング投げタング、ありがとう、サタさん、はい、どうす、ジューキング、はい、どうす、ありがタング、はい、どうす、おはよう、おはよう、こんばんは、練習曲まだあるなら、それでは練習曲、いや、これしか聞いてないもん、最近、あとは、フォークで、君の僕、君のって言った、君の僕の風覚えると思ってる、でまだ歌えない、1番しか分かんない、これでやってたけど1番しか分かんないから、2番これかな、大嫌いなはずだったら覚えと思ってるけどまだ全然覚えてないですね許可とも495人、何だっけ、大魚さんだっけ、読み方合ってるかな、2ヶ月ぶり、ありがとうございます、ボリンバンボンはやってない、やってるよ、今日は12時半まで配信するんで、まだですね、もう一回と、シロさん300回目の方もありがとうございます、たくさんありがとう、ありがとうございます、今越しだけど京香ちゃんと目が合うとどうしても手振っちゃう手振ってんの、怖いな、ありがとうございました、乃木坂から来ました、わけないだろ、何言ってんだよ、あと5人、確かに明日行けそうだね、これ5人、ややこしいな、あと5人では関係まだあと100人になる、そうややこしい、そうそう、合ってる合ってる、こんばんは、キャララ軍曹、あ、キャララ軍曹の歌、わかんないわかんない、関係の希望、あー、わかんない、あとが大する、セリフ、これが多分もう覚えたと思う、こんばんは、届けられるか、はじめましてじゃないでしょ、違いますよ、いつもの方ありがとう、こんばんは、こんばんは、ひとこたふいです、はじめまして、ひと呼ばれです、なるた、初めてじゃないでしょ、初めて会ったふうに言わないの
なかった。ちょっと面倒な気がしてた。聞かれることだってあわあついた。いい人だとは分かったけど、まるでタイプじゃなかったからよ。仲良くならないつもりだったのに、どこでどうしちゃったんだろう。私知らぬ間に恋に落ちてたの。何がきっかけだったのか、入り口を思い出せないのよ。家にないよタンバリン。全然かっこよくないの。周りの友達はみんなどこがいいのって呆れているけど、今までいなかったような純粋な目をした人、私の中に目言っちゃった。どうしちゃったんだろう。私気づいたらメール待って。お金が言ってた。なんだっけ。聞きながら泣いていたり、女の子の上の空
ん、レンボースターありがとう。ありがとうございます。あつもの方ありがとう。こんばんは。おたも、おはたも。来週、久しぶり始まっちゃったよ。あ、今からそういえば、Rリーグギフト投げれます。持ってる方、投げてくれたら嬉しいです。今日は、10時まで、ずーっと投げれる。ずーっと投げれます。11時59分59分まで12時半まで配信して朝明日は朝7時配信きつすぎない。まあ大丈夫大丈夫、月いっぱいになればいい。ファンルイって涙が止まりません。水付け水付け凍っちゃったよ。こんばんは。どうもじゃあこんばんは。僕は午前0時を回りました。9月29日です。29日です。凍っちゃった。あ、今日肉の日か。確かに肉の日だ。最後のチャレンジ、あ、もうもらえる？ちょ、わかんないよ、でも。でも、12時から投げれるから、もらえるかも。あ、レビューウィート、あ、出ました。あ、そうの方ありがとう。こんばんは。ダメの方もありがとう。まあ、チコリータ見てきたけど、顔かわいすぎる。渋谷さん、たくさんあるリビューウィートありがとうございます。ありがとう。ありがとうね。二度目の方ありがとう。こんばんは。世界一かわいい。あつもの方もありがとう。こんばんは。あと2日でともに解雇されます。許可ともとかね。解雇っていうけど解散です。解散卒業です。次の日にまた入れますから。次の日から。風富田さん、アルディーユとかたくさんありがとう。様の方ありがとう。来た、肉の日。何、肉の日そんな楽しみにしてたの。二度目の方ありがとう。何度でも許可たまずありますから。毎月もうすぐ許可たまず剥奪。解散ね。授業とか解散よ。解雇とかやばい、やばいじゃない。内田内閣、内田じゃなくて山田内閣。うちは唯一内閣の内閣。まだ内閣分裂する。あつもの方ありがとう。こんばんは。どうも、防衛大臣テレビの説明さん、受験詐欺集団は防衛入学。何入学ですか。こんばんは。ピンクライフでつなぎ上げが、あ、半額になるの。めっちゃいいじゃん。内閣行ったことないんだよ。こんばんは。どうもー。エスキュールですか。内田京香さん、間違ったじゃん。山田ですよ、山田。タムの防衛予算は私が確保します。確保してくれんの。剣バッチも剥奪、剣バッチも剥奪ですよ。剥奪なんかちょっと違うけど、剥奪してる。風富田さん、ありがとう。君さん、はい、みんなアルリングギトありがとう。ありがとうございます。辞任するか解散するか。自動的に解散です。保険です。違う、保険じゃないよ。あなた、こんばんは。どうもー。プリートのツーショット可愛かった。ありがとうね。ありがとう。川田さん、さいと渡した方がよろしい。毎月、毎月解散ですから、許可たまずは。毎月花束ってこと。いいよ。いいよ。うん。うん。みんなキングリートありがとう。知事はカニを2杯持って帰る。よかった。声もグリタマ感じた。ありがとうね。こんばんは。どうも、こんばん
さんファンレベル20。あいつです。ありがとう。はい。だがまだ好調に経営します。これいつから好調だったの？トベタネさんに山田会。山田会って何？毎日考えてます。はい。広告を見に行きま。これ広告まで決まってないのよ。1位になったら確実だけど。2位じゃなれるかわかんないの。ナーニャさんファンレベル。ナーニャ神尾さんだった。ナーニャ神尾さん。ファンレベル11。ありがとうございます。はい。おにおし抜けちゃった。おはたも、おはよう。頑張ってください。ありがとう。山田スクールって山田スクールの工場何ですか、山田スクール。え、なおし出馬頑張ってください。マサピョンさん、アルリュウとアツさんに、ありがとうございます。山田校長になるには、もう少し教員の経験を積みたいですか？何言ってるんですか、本当に。山田知事は理不尽に怒ります。知事じゃない。違う。初見です。違います。違うよ。許可タムズになるために毎月初見ですっていうのつらい。許可タムズになる条件じゃないのよ、初見ですっていうの。ジジイネタもある。わかんないやつにそんないっぱいあるでも。こんばんは、どうも。わかんないよ、その。なんか、知事とかね。わかんない。山田県知事、山田じゃない。兵庫県知事は、官僚職員の分も違う。あ、そうなの？知らなかった。モメリアさんファンレベル13。ありがとうございます。水着で並ばないよ。どういうことよ。どういうこと。何言ってるの、みんな分かんないよ。こんばんは、どうも。園長先生、さようなら。皆さん、さようなら。なんか、幼稚園児いるよ、ここに。あ、そうの方、ありがとう。社会入ってた。いや、分かんないよ。全然分かんない。ニュースとか何も見てないから。ジジイネタ、そんなこと言ってないの。ジジイネタね。あ、そうの方に、ね、こんばんは。次の3人、美人の山田先生のクラスがいい。何言ってんですか、ほんとに。何言ってんの、みんな。よかったもず497人。チョコラブさん、今月はありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。結局山田さんは偉いってこと。あ、そういうこと？あれ、ありがとうね。結局特番出ませんよ。わかんないよ。フランチさん、まさぴょんさん、キングリーターさん、ありがとう。ありがとうございます。ありがとう。こんばんは。どうも。こんばんは。いい子は寝る時間？はい。あとで寝ます。じゃあ。早く、今日は早く寝る。2時半まで配信して、急いでお風呂入って、急いで寝る準備して寝ます。この配信で500いけるんちゃう？あー、今日買ったむず？あと3人いけるかな？なんと497人ぜよ。ありがとうね。山田さんが一番偉い。山田真相さん、わかんない。わかんないよ、その話。わかんない。わかんない。やっぱり山田電機が一番。山田電機。みんなキングリートありがとう。はい。ありがとう。頭の方、ありがとう。いい子なので寝ます。寝ちゃうの？あやな。早く寝るのはブーさんに、ブーさんに上がってないよ。ブーさんずっと寝てんだもん。カタモが一番可愛い。え？明日の7時配信は目覚ましがいいっすよ。私もめっちゃ目覚ましかける。明日は朝配信するつもり。まあ、7時ぐらいにしようと思ってる。1時間ぐらいかな。1時間ぐらいにして。あとはちょっと汗うじがあるから、ブーさんを病院に連れていくっていう。おとなしく言ってくれるかしら、ブーさん。だから1時間くらいしてで、お昼も帰ってき次第かな。12時15分間に合えば12時15分に進む。で、時間が間に合わそうだったらまたファンレムと7号5でおしゃれします。まさん無理やなんの？大丈夫。7時あと10分で許可タモズに入れる。あと10分、あと少しじゃん。行くわけがない、ブルさん。
いや行けよ。健康診断じゃないね。あのなんかね、薬飲ませてて、なんか皮膚のなんかなんかなってて薬あげてて2週間それのあの経過観察、まだ治ってなかったらもう一回それです。皆さん行けよ、行っていくからな、ちゃんとヘッドキャリー入れよ。かも悪い子なので夜更かしして朝配信寝過ごします。寝過ごすの来たよ。第3配信起きれない自信しかない。起きようよ、みんなで起きましょう。お昼だけでも怒らない。いや朝配信するわ、大丈夫。頭の方、2度目の方に、雨は大丈夫、雪は大丈夫、雷は大丈夫、台風は大丈夫。何が何が、え、明日雨で雪なりで雷で台風なの、違うだろ絶対。やっとある理由を投げれた、ありがとう。こんばんは。ハートがたむり、ハートがたむりる。ウーさん明日病院を、それでウーさんのお姉さん見つかるかも。出会える、出会えるかな、ウーさんの。アンチの主役は起きらないに1万ペソ。いや起きるよ、任せて。2度目の方に、こんばんは。もう起きて、どういうこと。グランツさん、あれリーグギフトたくさんありがとうございます。マボルイさんもたくさんありがとう。トロケンさんもたくさんありがとうございます。ありがとうございます。 R リーグギフトありがとうございます。リアルガチで朝7時配信だよ、リアルガチで。ファンは死にるって言うから寝過ごす人が出てくるかな。7時ぐらいにするかな、ちょっと前後するかもだけど、前後はないか、ちょっと遅れちゃったりあるかもだけど、7時ぐらい、7時台です。こんなもん、こんばんは。明日はウーさんネタフリ、ネタフリでも連れてくからな。連れてくから、オレンジ星100もらいました。うん、くれるな、くれるな、私に。カタム、カマカマ、やばいよ、やばいよ、何がよ、何がやばいの。あんま朝早く配信してタムズのボロくん、あったよ、あったあった、さっき。カマ劇場公演曲の時から。ありがとう。うん。ハロマンさん、エンジェルコマありがとう。ありがとうございます。ありがとう。ありがとう。起きれるかしら。起きるよ。つおみのお話をし、つおみって何？ネットフリックス。何言ってん？本当に起きるの？無理すんの？起きるよ。任せてよ。大丈夫よ。起きれないと思われてるわ。この朝配信されるとなる、きっと起きますから、大丈夫。ロブさん起きてろ、明日病院だよ。聞いてない、まさかの部分の方が早く起きる、それはない、それはないよ。ブブは私が起きたら起きる、どの時間でも。こんばんは。しょうがないから起きてあげる。あ、嬉しいわ。みんなで起きましょう。無理っしょ。あ、友の方ありがとう。こんばんは。美容院じゃないよ、病院、病院。ここだけの話、ワンちゃんニコちゃんの喧嘩。なになに、なにブブブーのブーのブー、何言ってんの、何言ってんの。ゆうかで横浜に、あ、いい病院あんの、横浜か。ちょっとお母さん連れて行くからできるだけ近いのがいい。明日は家出ないよって言ってる。行くよ、ブブさん、明日。起きれなかったらごめんなさい。明日は仕方ないけど。フランチさん、たくさんありがとうね。アウェイさんもありがとうございます。キングリターン、ありがとう。ソーミナの使用しようは今、あ、今公開中の映画なんだ。朝身代わりおしゃべりの棒、タムタム1103号が配信、いや違う、私が配信すんねん。
なんないよ。まあ、いたら便利だけど、いないの。おつたん、おつたん、こんばんは。どうも、来たもん。おつたもん、こんばんは。こんばんは、どうも。やほー。今日買ったもん、498人。まさぴょんさん、初めて、ありがとうございます。ありがとうございます。こんばんは。一応聞くけど、朝は当然。朝はラジオ配信のつもりでいる。ラジオ配信。明日の昼、横浜に行く用事ある。挨拶回り？ん？コンサート？柔軟な駅。昨日夜2階に落ち過ごした悲しみです。寝落ちしちゃったの？朝は AI ラジオ配信じゃないの？違うの。私が配信してんだよ。ラジオ配信。1103号って言った。1100みたいの作品がある。何言うてん。うちにいたワンちゃんも日の目が悪くて車で2時間かけて行ったの。あ、ちょっと運転できない気しかしない。ごめんなさい。いいよ、いつも来てくれるからね。ありがとうね。寝起きに機嫌悪くて大丈夫。初音の方ありがとう。こんばんは。あれ、上から板が見えるけど、操り人形状態ね。の操り人形状態だから、ずっと何言ってんだよ、ほんとに。ずっと何言ってんだよ。今日ガードレールに手をついたら激痛で、手の中に2センチの幼虫。ん？幼虫じゃない。毛虫？え？怖っ。え、手ついたら？いたってこと？刺された？ってこと？怖っ。なくたの。2度目の方ありがとう。こんばんは。気をつけなきゃな、そんな。うわ、やだな。最悪だな、それ。手のひらの中のマリオネットタオル。なんだそれ。なんだよ、言ったよ。うん、虫見た目も嫌。確かに。気をつけて、気をつけるよ。今日さ、前髪切ろうとしてさ、ゴミ箱がある。いつも前髪切るときにゴミ箱を前にして髪の毛が落ちないように下にできるんだけど、ゴミ箱の蓋に、なんかゴミ箱の蓋がさ、なんか外れるやつで蓋ついてる。いつも外して使うの。蓋邪魔だからさ。外そうとしたら、なんかゴミ箱の蓋の裏に黒いのが見て、細長い黒いのが通って、なんか毛虫とかかなと思って、びっくりして蓋投げちゃったんだけど。ドロンとして浮いてやって投げちゃったんだけど、よく浮いたらただのホコリだった。びっくりした。こんばんは。支えて夕飯に行ってきた。大変だったね今日。夜だった。初物の方ありがとう。こんばんは。投げな。びっくりした。ホコリだった、ただの。神奈川に住みたいな。会社辞めたら神奈川に住もうかな。転勤願い出して神奈川に住もうかな。何それ。投げないで。いや、びっくりしちゃったの。前髪切ろうとして眉毛全部買っちゃった。眉毛あるよ。眉毛あるわ。さすが蓋投げチャンピオン世界一。聞いたことないね。蓋投げチャンピオン世界一。何？興味あるわけないだろ。あの人はまだ京香ちゃんに大切なものなんてない。欲しいの。あとね、あつたん、蓋が飛んできたらあたふたしちゃう。ダジャレいいの。あたふたいいの。穴が何でもある。まあ確かに、なんかどっか行ってもいい。投げないで、もう少し最後まで走り抜けて。どういうことよ。どう、何言ってん。何言ってんだ、本当に。何言ってんだ。また京都まで飛んできました。なきゃないだろ。眉毛ダウンタウンと連動してる。どういうこと。あの、うまい。何が。ウーさん投げる。ウーさんは投げないよ。蓋の裏に黒い、なんか長細いのがついてたらびっくりするだろう。虫かと思った。皆さんが一番大切に思っているのはお金だよ、2個。お金は大切だろう、みんな。
一番ブブさんよ。あ、そうなかったりやと。なわけないだろ。何がよ。みんな何言ってんの。ずっと P さんとはできれば2桁万で前止めたいね。えちょっとまた話せてるわ。110万ポイント差です。今強い。なんてやめらさんも好きってこと。二度目の方に全部のコメントで返してますね。でも全部のコメントでもほぼ7割ぐらいポケなんだけどな。最終日なので2投げをいつでも投げれるの。いつから R リーグのやつ2投げ多いの。なんだよそれ。どんなギフト。ガンマンマンさん R リーグギフトたくさんありがとうございます。ありがとう、はい、ありがとうございます。ありがとう。ハナー PC さんもありがとうございます。 R リーグギフトたくさんありがとう。7割ポケよ、ほんとに。違うだろう、違うだろうって知ってる。何それ、わかんない。わかんない。2度目の方ありがとう。キングリッターの、ありがとうございます。爆発してた。ありがとう。京都を経由して東京まで飛んできた。飛びすぎだろ。飛びすぎだろ。こんばんは。変なやつからハラスコメント読めへんから気をつけて。そうよ。あ、変なやつは読めませんよ。こんばんは。ずっと喋り通してたわけ。こんばんは。1個目チャレンジ勝たないよ。どういうこと。ずっとほんとにふーたんは全国のツッコミに生まれた人たちが思ってる。どんな人たち。こんばんは。どうもチョコレモンさんも R リーグとたくさんありがとうございます。ありがとう。こんばんは。よいしょ。最後に入れましょう。よし。くんさんもたくさん R リーグ人ありがとうございます。たくさんありがとう。みんなありがとう。 R リーグ人ありがとうございます。よし、最高になった。チート聞いてハード持ってケンキ禁止、明らか持って反則意識、この間持って泣いてスピリケンする気と泣いて、ライバル口を揃えて、ライバル口を揃えて、バグれバグれ認めせって、マジで衣全部舐めて。実力を発揮しきる前に相手のガンパークレティクラッシュ、アンカー級カートロピリンハッピー、アイカーカインタートピカイチン、アイカータピしてる前にサラウンドの光をいろんなものアイス売り発信、まるパッともできないことばっかり言いたいけどピリハッピー、アキレてるアキレてる周り目が前てる家族友達もう反則できたチーチーと俺に任せとけまい教科書にも出しになっちゃうパッともしない。シンキンブンバンバンブンバンバンブンバンバンボンブンバンバンブンバンバンブンバンバンボンブンバンバンブンバンバンブンバンバンボン。ツーザーイチバンバン。あいたん俺の腕いるだけでしょ。あいたん誰も口を挟めない。あいたん俺の腕いるだけでしょ。あいたん誰も口を染ませない。いやいや隠れ気もない、前科もない理由でこの存在したい文化財の味噌。高級社会で免許ない愛車、全国口を出す一品、このバラがプリンプリン。バラとならまた関西のマリン名前のボタンは音楽君後ろの女神君もさんまたバンバン漫画みたいな体とまんまで張り合ってしまってるんが圧倒的力、この圧倒的力、この体だったとは入ってない、このソニキスもついてない、繰り返したくしてくと短いかつんで利用刻むシーンはブリンバンバンブリンバンバンブリンバンバンボン。
心機ブンバンバンブンバンバンブンバンバンボンブンバンバンブンバンバンブンバンバンボンブンバンバンブンバンバンブンバンバンボン愛が俺の腕いるだけでしょか愛が誰も口を挟めない愛が俺の腕いるだけでしょか愛が誰も口を染ませないありがとうありがとうございました。ありがとう。頭の方がブランツさんたくさんキングリートありがとう。ありがとう。ケイシーさんもキングリートたくさんありがとうございます。夏希さんリンボースターありがとうございます。ありがとう。はいな。みんなたくさんアルリグリートもありがとうございます。頭の方ありがとう。こんばんは。どうも。こんばんは。こんばんは。パチパチありがとう。あいつだ。あいつね。プリンだプリンだプリンだ投げだ。何言ってる。何言ってんですか本当に。何言ってる。この歌を歌いそう時代。この歌でちょっと甘噛みしちゃった。明日は川岡さんが来らないかも。バレたら来てよ待ってるね。Rリーグ今投げれます。今日はRリーグ最終日で投げれるの。じゃあイベント終わる時間と一緒、21時59分59秒って言った、59秒まで10時まで投げれます。Rリーグ、Rリーグ10時まで。お、それで終わり。最終日です。今日投げれるの、Rリーグとイベントが今日最終日。R指定さんしか歌えないぐらいの特殊な歌い方をしていて、何何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 私はRリーグの方にからRリーグゲートが鳴る。2度目の方ありがとう。こんばんは。そうそう、ランキングもかな。13位からやりますね。13位、ゆうさんありがとうございます。12位、なつきさんありがとうございます。11位、クロケンさんありがとうございます。10位、エンディーさんありがとうございます。9位チョロさんありがとうございます。8位プルルピョコポコさんありがとうございます。7位ティンさんありがとうございます。6位キョウナツさんありがとうございます。5位アベイさんありがとうございます。4位マサピョンさんありがとうございます。3位ケイシーさんありがとうございます。フロマンさん、ありがとうございます。そして1位がグランチさん、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございました。ありがとう今日配信ありがとうございました。長時間みんな見てくれてありがとう。ありがとうございます。遅い時間までみんな見てくれて。こんばんは。どうも。あと2人待ちませんか。一応明日朝早いから今日早く寝ますよ。明日達成しましょう。500人。せーの、タタ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 タ。歩く音入れなくて。ありがとうございました。あとの方ありがとう。こんばんは。明日の配信は朝配信やるつもり。朝配信7時ぐらいから始めるつもりでいる。ちょっと遅くなっちゃうかもしれないけど7時、目標は7時から始めるつもりで、1時間ぐらい、7時から、あ、1時間ぐらいするつもり、8時ぐらいまでやるつもりで、ちょっと始める時間によってだけど。で、で、7時から1時間ぐらいやって、お昼は、ちょっとブーさん病院ついてるから、間に合えば、12時15分からするけど、ちょっと無理そうだったら、ファンルームと755でお知らせします。とりあえずお昼もする。で、夜もできるだけ配信します。
それを2回ぐらいできたらいいなと思って、この配信こんばんは、頑張るぞ、ラジオのつもりでいる配信ラッキー、無理しないでね、頑張りますよ朝配信無理かな、でもね、多分きっと何起きますよ、朝ちゃんと早起きできるんだ、マジマジよ、クセティオそうそう、今日は終わろうかな、明日早いから。皆さん今日もありがとうございます、たくさん、お、140万ポイント持ってる、ありがとう、140万ポイント達成ありがとうございます、ありがとう、たくさん嬉しい、ありがとうね、じゃあまた明日の朝配信で起きるんで、みんな起きましょう起きるよ、頑張って起きるよじゃあまた明日の 朝配信で7時ぐらいからするつもりです、眠たの7号でまた言います、起きたらじゃあまた明日の朝配信ありがとうございました、またね、おやすみなさい、また明日おやすみ。